ケルート山は、インドネシアのジャワ島の東ジャワ州にある火山である。環太平洋火山帯にある多くのインドネシアの火山や、その他の火山のように、ケルート山はその歴史を通して、大規模な爆発的噴火をしたことで知られている。西暦1000年以降に30回以上の噴火が起きた。過去600年で1万5000人以上の死者。1586年死者1万人。 1872年死者200人、1919年死者5000人、1990年30人、1919年の噴火後1919年5月19日にケルート山で起きた噴火は、主にラハールと呼ばれる熱電流によって推定5000人の死者を出した。より最近の1951年、 1966年、そして1990年の噴火では250人の死者が出た。1966年の噴火の後、ラハールの危険性を減らすために、火口湖の水を完全に空にしない程度に減らすために、火口の南西側の上部と下部にアンペーラトンネルを作った。1990年2月早々、ケルート山は強烈な爆発的な噴火をした。 7キロメートルの高さまで円柱状にテフラを噴出し、そのうちいくつかの重いテフラが落下、火砕流を引き起こした。これにより30人以上が死亡した。労働者は、トンネルの入り口を渦漏れさせた2 5ルほどある、まだ熱い火砕流の堆積物があるにもかかわらず、アンペラトンネルを掘り続けた。2007年10月16日、科学者が差し迫った噴火を予知し最高警戒レベルに、 引き上げた後、インドネシア当局は、ケルート山周辺の住民3万人に避難を命じた。ケルート山は2007年11月3日土曜日の現地時間午後3時ごろ噴火した。火山学と地質学による災害軽減のためのインドネシア政府のセンターによって噴火は確認された。火山の頂上で噴火が始まった時雲に覆われていた。 試し確的な確認は可能ではなかったが、インドネシア政府の火山学者は、火山性微動の測定値から噴火が進行中である、こと示していると述べた。35万人以上の住民が1 0トル以内に住んでいた。インドネシア第二の都市で、国の最も混雑する空港のあるスラバヤは、北西9 0トルの位置にある。地元住民は10月中旬に家を離れるように、 命じられたが、多くが避難しなかったりその間に帰宅したりした。多くの村人が噴火が伝えられた後パニックになって逃げたと報じられた。しかし、土曜日の夕方早く、インドネシア当局はその日の噴火は大変大きくはなかったと発表した。噴火口の近くにある地震計はまだ動作していた。科学者はベストな状態で小規模な噴火が示されたと述べた。しかし、 11月4日日曜日の早朝、ケルート山は空中に500メートルの高さまで火山灰を吐き出し、完全な噴火が起こったことを示した。噴火は終わっていない。インドネシア火山地質災害防災局長の祖、サイモトゥーパングは述べた。加工を監視する地震学者は、ケルート山の加工庫の表面温度が11月3日に摂氏43.9度だったが11月4日には、 摂氏60.7度に上昇したと語った。15メートルの水深で11月3日に摂氏45.9度だった。温度は11月4日には摂氏66.1度に上昇した。極度の熱は蒸気と煙の雲を488メートルの高さまで発生させた。11月5日、蒸気と煙の新しい噴煙の柱を加工から噴出した。沸騰したお湯は 河口湖から山の側面を滝のようになって流れ下った。河口の近くにある地震計は作動を停止した。インドネシア当局は避難命令を無視して危険地帯におよそ2万5000人が残ったと発表した。次の日、山の頂上にある河口湖の中央に溶岩ドームが上昇し出現した。監視カメラは100メートルの長さの楕円形の島が、 湖面上から約20メートル押し上げられているのを映した。火山は大気中へ高度1キロメートルに達する噴煙を放出し続けた。しかし煙や灰を噴出した48時間後溶岩はなかったため、インドネシア当局は11月8日に噴火は当面はないと宣言した。当局は火山が前世紀に何度も噴火したように爆発しそうであったことと、 緩やかな噴火を起こしていたと発表した。11月12日にケルートさんは加工庫の中に溶岩を噴出し始めた。250メートルの長さと120メートルの高さに拡大していた溶岩ドームは開いて割れて溶岩が周囲の水の中ににじみ出始めた。煙は空中に2キロメートル以上の高さに立ち上った。そして火山灰は 火山の周囲のいくつかの村に降り注いだ。11月14日、煙は空中に2 5トルの高さにまで上がり、大きくうねっていた。競売は1 5トル離れた村々を覆った。溶岩ドームは、加工湖を埋めた。現地時間2014年2月13日午後10時50分に7年ぶりに噴火。40分後にも大規模な噴火があり、インドネシア政府は、 半径1 0トル以内の住民およそ20万人に避難命令を出した。この噴火で降り積もった火山灰の重みで民家の屋根が崩落し、屋根の下敷きになった二人が死亡した。また、ジャワ島中部や東部にある空港が閉鎖されるといった影響も出た。この記事は以下のカテゴリでも参照できます1919 19年のケルート3噴火に関するカテゴリ 1990年のケルート3分化に関するカテゴリー。2007年のケルート3分化に関するカテゴリー。2014年のケルート3分化に関するカテゴリー。ありがとうございます。